はい、皆さんこんにちは。本日は平成30年、2018年、4月の3日、火曜日の夕方です。もう早いものでですね、桜ももうだいぶ葉桜になってきてしまいますけども、ケムトレイルがですね行われている日にはですね、まず記録として取っておいております。本日もですね、ちょっと空の様子を見てみたいと思いますけども、本日はですね、全体として薄曇りなんですけども、全体として白い空が白っちゃけてですね、白っぽくて、薄曇りだなという感じで、普通に一般の人はですね、単純にその、春だから花曇りでですね、なんかちょっと曇ってるくらいに思われるかもしれませんけども、ちょっとよく空をね観察してみますとですね、ちょっと見てみましょうか。こっちは東の方の空ですけど、この画面でわかるでしょうかね。もうちょっと上の方、ずーっとこれはですね、よく見るともうこれはケムトレイルがね、もう相当巻かれて、バンバン巻かれてですね、空全体がもう白くなっている状態っていうのがわかります。よく見るとですね、このスースーとですね、筋のような雲というのは、これは明らかなケムトレイルの雲なんです。ちょっと南の方を見てみますと、これすごいですね。こういう状態なんですね。これちょっと真上の方ね見てみますけども、これは決して自然の状態、自然の雲ではございませんで、まあ断言しますけども、ケムトレイル散布が散々行われてですね、空全体がもう白くなってる。だからまああれですね、バルサン状態ですね。その大気全体にですね、ケムトレイルが散布されましてですね、空気全体が白くなってる。まあひどい、まあ一見するとね、何もほとんどの人何も気づきませんし、ただ単純に薄曇りだなと思われるかもしれませんけども、実は相当ひどい状態なんですね。そのことをですね、記録として取っておきます。本日ね、4月3日もですね、実は誰も気づきませんけどね、ほとんどの人は気づきませんけども、ケムトレイル散布がですね確実に行われていたということです。もう一回映してみましょうか。これをね、単なる飛行機雲だと思う人はですね、まあしょうがないですけど、ぜひですね、これは自然の雲ではなくてですね、ケムトレイルによって作られた人工的なフェイクの雲だということをね、分かっていただきたいと思います。そして、一応ですね、今日本日の状況をお伝えしましたけども、まあいつも述べてることなんですけどね、まず、この動画をね、こんなつまらない動画をですね、ご覧になってくださっている皆様はですね、何らかの形でケムトレイルということにね、関心を持ってくださったり、興味を持ってくださっている方なんで、すごく期待しておりますけど、ぜひですね、皆さん、お願いしたいことはですね、毎日ね、朝起きたらですね、空を見てほしいんですね。空を観察してですね、自然の綺麗な空なのかね、それともそのケムトレイルによって汚染された空なのかね、巻かれているのか巻かれていないのか、そういうのをですね、見てほしいんで、確認してほしいんですよね。で、我々日本人はですね、昔からその空に限らずね、その自然の移ろいとかですね、その自然の微妙な変化っていうのに、ね、敏感でですね、そういうことを感じ取りながらですね、その自然とともに生きてきた民族なわけですよ。それがいつしかですね、そのようにコントロールされてきてしまったんだと思いますけども、もう空を見ることもね、自然を見ることもなく、いつしかなくなりましてですね、で、このようにですね、今現在のようにですね、もう空から散々毒をまかれておりましてもですね、それに誰も気づかないというね、悲惨な状況に陥っているわけなんです。だからぜひね、皆さん、まずお願いしたいことは、もうくどいようですけどね、もう散々お願いしますけど、まずお願いしたいことは、ぜひ皆さんね、朝起きたとき、それから夕方できたら時間になるときね、から外にいるときもね、空を見てほしいんですね。ぜひね、よく観察している。しばらくね、観察して何回か見ているとですね、もう分かってくるんですよ。これが自然の状態、自然の雲なのかね、もうケムトレイルによって巻かれたばかりの雲なのか、しばらくして拡散してね、広がった雲なのかね、それはね、すぐ見ているとね、ちょっと慣れると分かるものなんです。だからぜひね、皆さんね、よき観察者になっていただきたい。そしてですね、もしそれはご自分でね、分かるようになってきましたらね、ぜひ記録にとってほしいんですよね。
私が撮ってますようにね、写真とかですね、動画とかで撮っていただいてですね、まあぜひお友達にね、このようなものが毎日行われてるんだってことを知らせてください。毒がね、毒が毎日撒かれてるということをね、知らせてください。で、できればですね、もう日本各地の皆さんがですね、YouTube ね、この YouTube 等ですね、動画のようにですね、アップしていただきましてね、どん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 知らしめてですね、日本政府も加担してね、このようなことが行われているんだってことをね、どんどん告発してね、知らせなければいけないですね。これは大変大きなね、人類に対するね、犯罪なんですね。その重大性を分かっていただきましてですね、ぜひ皆さんもですね、一人一人勇気を持ってですね、録画してですね、それを皆さん、どん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 公開してですね、多くの人に知らせてほしいんです。それによってですね、一体何をやってるんだってことをね、政府は何をやってるんだ、何を加担してるんだ、何の犯罪に手を染めてるんだってことをね、国民の方からですね、訴えることができると思います。やっぱりこれは一人一人って、人数が必要なんですよ。一人二人の人がね、ああだこうで言っても全くその沈黙を守っておりますからね、たくさんの人がね、どんどん気づいて、日本人のね、日本人のその感性を取り戻してください。そしてですね、ぜひ録画してですね、多くの人に知らせてですね、それから、どんどん YouTube とアップしてですね、知らせてほしいと思います。毎回同じようなお願いになりますけどね、何のために撒いてるかね、何のために誰が何のために撒いてるか、これはいろいろ私もね、調べましたしね、いろんな資料を見てね、いろいろ調べまして、勉強もしましてですね、いろいろ考えましてね、まあ皆さん一人一人するね、それに対してその結論とか見通しをね、得てほしいんですけども、まあ簡単に言うと、人口削減ですね。人口削減、我々は家畜扱いされて、空から毒を撒かれてですね、徐々にその健康を失ってですね、今はまだ平均寿命は長いんですけどね、いずれこれからどんどん下がってくると思いますね。アレルギーの人が増えました。つまり免疫が破壊されております。それから男性女性、男性の不妊が増えてます。精子の数が減ってます。要するに人口を減らそうとしてるわけですね。それからがんの人が増えてます。事実ですね、明らかな事実ですね。結局免疫が壊されてるわけですね。癌の人が増えるということは、それだけ民族が滅ぼされていくということですね。しばらく前、随分以前ですね、環境ホルモンとかいう言葉がよく流行りましてね、環境ホルモンのせいでいろんな影響を受けているんですけど、じゃあ環境ホルモンどこから来たか、そんなものどこから来たか、もちろんね、いろんなところから来てます。食べるもの、飲むもの、薬品、いろんなね、その化学物質から来てるということですけども、でこの空から撒かれてるケムトレールは、その大事なものすごく大きな要素もね、その環境ホルモンというそういう化学物質のね、原因ではないでしょうか。アレルギー物質ね、免疫破壊物質ね、ウイルスね、インフルエンザウイルスから免疫破壊、そのがんが増えてるね、から男性の、精子の数が減ってるね、そういうようなことはね、全部トータルで考えなきゃいけないですね。トータルで考えて、これは人口削減のね、プログラムが行われてるわけです。で、我々一般市民はですね、はい、そうですか、分かりましたと言ってね、まあ、言う通り、家畜のようにですね、それに従う人、大体だったら、そうしてください。私は、下世野郎ですけどね、だけど嫌なんですよ、そういうのに、勝手にね、一人一人の人生をね、勝手にコントロールされてですね、そのように管理されるのは、やっぱり私は嫌なのでね、まあ、抵抗しようと思ってます。最後まで戦うつもりですけどね。ぜひ協力してください。お願いします。多分明日、明後日あたり雨が降りそうですね。雨が降るとね、この化学物質がですね、雨と一緒にシャワーとなってね、皆さんに降りかかるわけです。大地と、から人々に降りかかるわけです。そのようなことがね、もうずっと行われておりますよ。ぜひお願いします。皆さんもぜひ空を見てね、日本人の感性を取り戻して、日本人の感性でですね、日本人の感性と美意識とね、からその倫理観ですよ。そのようなものでですね、この現実をですね、認識してですね、多くの人に知らせてほしいです。では本日はおしまいします。ありがとうございました。